さあ、ラグビー日本代表畠山選手と、共にお送りしておりますけども、はい、はい、続いては新コーナーもあるんですよね、うん、新コーナーもあるんだけど、うん、にわかは語るね。今日ちょうどラグビーだから、はいはい、ちょうど畠山さんいるからいいかなと思いつつ、はい、それもやりますけど、質問もあります、うん、ラジオネーム虫鶏 FM 佐賀、クソヒゲゴリラさん質問です。ホーケーってラグビーに支障ないんですか？もし支障がないんなら僕にもチャンスはあるってことですか？ないからすぐラグビー始めた方がいいですか？もう方形とか言える暇がないぐらい走り込んだらいいんですよ。いやだけど方形だとほらトライしたりとか前の目でザッとこけたりした時に、はい、あのおちんちんの皮をグラッとなんか巻き込んだりして痛いんじゃないかなと思うからなんかどんだけ激しくそのトライしに行ったのに大丈夫ですよ、逆に守ってくれますから。逆に守ってくれます、ね、でもなんかでもたまたまつるっと向けたらほら方形の人は痛いでしょ、あのおちんちんが出ると赤くなってるから痛いんじゃないかなと思って。新生の人ね、新生の人ね、それはね、新生だからね、土は入らないから、ね、でもラグビーの世界って結構ほらトンガの選手とか、はい、ね、はい、ああいう人たちが多いじゃないですか、はいはい、多いですね、結構に屈強な男たちが、そうです、ね、ああいう人たちって結構なんかチンコ でかそうね。そんなこともないのかね。いやそんなこともないですよ。あ、そうですか。あとなんか外国の選手だと隠して入る人も、あ、恥ずかしいのか、わかんないですけど、スパッツを履いてお風呂に一緒に入ったりするんですよ。聞けない、いないのか、そんな聞けないですよ、なんで履いてんのって聞くのも変じゃないですか。聞いたらこいつやべえだと思われてても、チームメイトなんで。そういうのあるとなんか文化としてなんか見せないみたいなのあるのかな。そうかもね、確かにそうかも。ああ、俺もやっぱトンガラスのチンコ見たことないもんね。いや、ないだろ、そんな風呂入ったことないから一緒に。トンガの人と風呂はなかなか入る機会ない。ちょっと、2万回行くから。はい、お願いします。ちょっと今日はチャンスよ。はい。あの、本当にもう、あの、プロがいますから。はい。にわかの質問に全部答えてくれると思います、うん。ちょっとお付き合い願います。はい。ラジオネーム、走り熊、福島 FM。ラグビーの試合見て、僕が思うことは、もっと腕を鍛えた方がいいということです、うん、足腰は日々のトレーニングで申し分ないほど鍛えられていますが、そこばかりに目を取られて腕が十分鍛えられてないように見えますね。腕を鍛えることによってボール遠くに投げられますし、相手に恐怖心を与えることができると思います。ぜひとも2017年、腕を鍛えてさら、なる飛躍を期待しています、うん、こう見ると腕もめちゃめちゃ太い。腕ね、でも外国人の選手はやっぱり丸太みたいですよ。いやこれでも細いぐらい、僕細いぐらいです。へえ、すごいです。いや、すごいよね。相当鍛えてるんでしょ。だってもう相当鍛えてもやっぱり日本人の骨格あの限界なんですよ。もう南アフリカとかと試合何回も何回も試合してますけど、もう桁が違ってると思う。やっぱりそうか、本当ドアのサイズのやつらが。いやそりゃそうだろう、ね、だから鍛えてるんですよね。そうです、鍛えてるけどちょっと日本人の骨格ではちょっと追いつかないから、ちょっとあのか弱いっていうか貧弱に見えてしまうんですね。そうですね。でもまあもうちょっと真摯に受け止めて腕鍛えていこうか。そうでしょうね、うん、もうちょっとやっぱり鍛えた方がいいと思う。サボってんでしょ、言い訳をしてるんでしょ。鍛えてるって今言ってくれたのに。だって食事気使ってます。あ、僕はそれなりに気使ってる方だと思う。あ、そう、はい、鳥でしょ、どうせ。鳥ですね。いや、その辺ちょっと浅はかだと思うね。鳥だもん。あ、そうです。すぐ鳥。タンパク質でね、鳥って言いますよね、うん、プロテイン飲んでる。プロテイン飲んでますよ。いや、恥ずかしい。飲むでしょ、プロテイン。飲むよ。補助として必要ですもん、それ。必要なんですよ、それ。必要なんですよ。なんでお前も分かってんの。分かってないだろ。そうか、じゃあでも上半身と下半身だってやっぱでも下半身の方が重要でしょ。だと思いますね。ねえ、上半身だけでかくて下半身細かったらね、獣だもんね。それはそれでだと思うんですよ。でもちょっとこういうふうに思ってるみたいな、まあ、素人はね。ラジオネームね、走り熊ね、もう一回、はい、
ラグビーを日本で揺るぎないメジャースポーツにするにはユニフォーム変えるのが一番だと思いますよ、はいはい、現在ラグビー日本代表のユニフォームは赤と白の横ストライプに短めのパンツ、はい、これはファッション性に欠け、街で人々が来て応援するのは難しいですね。ですから体のラインが細く見える縦のストライプに変更してパンツも膝下、ね、丈の長いものに変更しましょう、はい、そうすることによってもっとカジュアルにラグビーをファッションから楽しむことできると思います。ご検討お願いします。確かにちょっとダサいよね。ダサいですか。なんかなんであんな短い短パンになったんですか、いつの間に。あれなんですか。多分走りやすいようにじゃないですか。足がこう上げ、ももをこう上げるんで引っかからないようにかな。なんかね、そうだよね。でも女子バレーとかは前ブルマで結構ね興奮してたのに、なんか変な短パンみたいになっちゃったりとかありましたよね、少しね。確かにちょっとおしゃれじゃないよね。さっき畠山さんからもらったあのユニフォームもこれ普段着ようと思えないもん。それ普段は着ない。ダサくて。ちょっと待ってくださいよ。普段着るもんじゃないよ。ダサいでしょ。普段は着れないですよ。でも試合の時に着るからこう格式があるというか、もうこれになるんですよ。ちょっとやっぱダサいみたいね。もっとおしゃれになっていかないと。そうよ。ラジオにケツ出しエッフェルト。スクラム組むとき日本のラグビー勢はね、腰の入れ方が甘いと思います。まあ極論言えば勃起したチンコを地面に、刺せば動かないんだから、そのぐらいやる気じゃないと。チンコをテントみたいになるから。ちゃんと打ち込んで地面に。打ち込んで、打ち込むと動かないでしょ。動かないですけど、動かされた時とんでもない事件にならないです。大怪我になる。万が一、ね、万が一動かされた時、万が一動かされた時に8人総出で交代みたいなことになりかねないと思う。そうですね、全員交代になっちゃう。そうですね。だね、みんなスクラム組んでわーってやってるじゃないですか、はいはい、なんか楽しそうに。楽しそうに。楽しそうに、はい。まあまあ楽しそうに、はい。あれってやってる時、どんなこと喋ってるんですか。組んでる時は、特になんか喋ってることはないですね。組む前に、こう、ちらっとお互いを見て、こう、ちょっと不敵に笑ったり、駆け引きがやっぱあるんで。ああ、あれいろいろ。なんかあと肩車して楽しいやつやってるじゃん。ラインアウトのことかな。肩車して楽しいやつ。サッカーでいうとスローイングみたいな。あ、そうそう、ラグビーはこの上げていいんですよね。人が人上げていいので。 あれいつぐらいから、だってスクールウォーズの頃あんなんなかったよね。なかった気がしますけどね。どうなんだろう。結構もう前からですか。あれ僕も気づいたらそれが OK になってたんで。あ、そうなんだ。あれなんか楽しそうだなと。そう、昔はそういうのがなかったんで、ほんと真ん中に投げ入れて、ほんとどっちに行くか分かんない状態だった。あれができるようになって、だいぶその自分たちのボールをずっとこう確保できるシステムになってたんですね。あ、戦術変わってくんだね、いろいろね。そうですね。いや、これラジオネーム、ラッパー崎バチョフ。日本代表ラグビーは強くなったとはいえ、まだまだですよね、うん、強くなるためには、強くなるために大事なのはションベン。敵が近づいてきたら顔にションベンぶっかける。相手に取られないためにラグビーボールにションベンをぶっかける、うん、審判が、日本に不利なレフリングをしたらションベンを全員でぶっかける。ね、ションベンをプレーに入れていけばね、確実に世界一取れますよ。知らないかもしれないですけど、ラグビーにも一応レッドカードがあるんで、すぐ提示されると思いますよ。あ、そうなんですか。あります、あります。ションベンでレッドカード。レッドカードでしょ。レッドでも軽いぐらいですよ、多分。試合中にションベン、ね、レフリーと相手選手にぶっかけたら永久追放ですよ、そいつは。一応ラグビーも紳士のスポーツですよね。そうですよ、イギリスのですよね、はい。どれが本当の紳士のスポーツなんだろうね。ゴルフとか乗馬とかラグビーとかね。イギリスから発生したら大体紳士のスポーツって言われるけど、ラグビー絶対紳士のスポーツじゃないでしょ。いや、あれ紳士のスポーツなんですよ。本当、はい、あれ紳士のスポーツです。そうかね。紳士がやる野蛮なスポーツってよく言われますね。あ、なるほどなるほど、はい、そうか、紳士なのかな。だって大八木さんとか紳士の頭踏みつけたりしてて。それはね、良くないことですよ。今は本当に良くないことですけど、ちょっと興奮もするからね。興奮もしますからね。そうだよね、うん、じゃあションベンはなしね。なしです。ションベンダメですよ。ションベンダメだなんて。もうションベンは飲むもんだから、かけたり遊んだりしないでくださいね。飲むもんじゃないですけどね。ラジオネーム、どれでしょうかな、これだな。ラジオネームブラザーフットオブスティール。ラグビー日本代表は体力とメンタルの面では十分だけど、やっぱり技術が足りない。本人たちも分かってるだろうから俺も強くは言えないんだけどな。
あいつら、あれだろ、世界の TK こと、高坂剛にタックル習ってんだろ、うん、いや、まあ、高坂直伝の TK シザース決めてマウント取ったらぶちのめせばいいんだよ。昔から日本人は技術で世界に勝ってきたんだからな。それで、まあ、試合後はノーサイドだな、つって。暴力はダメ。暴力ダメですよ。総合格闘技となんか勘違いされてますよ。殴ったらダメですよ。殴っちゃダメなんですか。行為に殴ったら、うん、本当に何試合出場停止になるんですよ。結構厳しいんですよ。ああ、さあ、ちゃんとしてる、ね。ルールの中で、相手をこうスマッシュするというか、倒していくっていうスポーツですから、殴っちゃダメです。ちゃんとしてるな、やっぱ。怖いでしょ、今でも怖い時あるでしょ、でも。いや、まあ、正直ありますよ。ねえ。いやー、俺よくやるなと思うよ。好きだなと思う。まあ好きじゃないとでもやれないですよね。確かに、ね、ラジオネーム獅子肉食べますか。ラグビーは筋肉隆々の人が多くてとっても怖いです。どの人もサウナに先客で入ってたらそっと扉を閉じるようなルックスをしてます。だからラグビーの人気上げるために痩せマッチョのイケメンが歌を歌いながら試合をするような日本独自のラグビー必要だと思います。ジャニーズ、エグザイル、歌舞伎町のホストクラブね、細マッチョいくらでもいると思うのでブルドーザーで一箇所にかき集めて殺し合いさせてメンバーを選抜してリーグ作りましょう。痩せマッチョとはいえ殺し合いで集めたメンバーですからきっと畠山選手もションベンチビるようなすごい試合してくれると思います。ボールもシンプルに鉄球を使いましょう。いろいろ問題出てくるな。バトルロワイヤルみたいなことになってます。でもいろんなやっぱり役割のある選手がいるじゃないですか。はい、はい、畠山さんだから体が大きいディフェンス側じゃないですか。うん、ということは足は遅いんですか結構。まあ早くはないですね。でラグビーちょっとアメフトと違ってやっぱ攻守の切り替えがなくてみんなで守ってみんなで攻めるっていうスポーツなんで、だから僕も攻撃に参加していいんですよ。あ、そうなんだ。そう、ただスクラム組んでるだけとか、上げてるだけじゃないです。僕もボール持って走っていいんですよ。あ、俺だって決めたいよーっていう時あるんだよ。急にそんなデブみたいな。そんな声してます。俺でも決めたんだよ。あれはそういう風に聞こえてるんですよ。全然運動できなさそうな。走れないやつね。ねえ、みたいな感じ。いいから、お前下がってろよでもラグビー始めた時ってでもトライしたいなって思いがあるでしょ。ありますね。ね、いや体も大きかったんで、うんうんうん、だ結構できてたの小さい時も、うんうんうん、でもやっぱ年取ってくるとやっぱ役割があるんだね。役割ありますね。今でもやっぱりあれ得点決める人ってあれなんて言うんですか。一番誰だな、ウイングかな。ウイング一番外でボール、うんうん、足の速い人ですね、うんうん、いやそれやっぱちょっとかっこいいなと思うでしょ。いやかっこいいでしょあれ。見てても思いますよ。まず名前ウィングってこの翼を意味してるわけですよ。僕プロップで柱っていう動けなさそうです。いいじゃん、めちゃめちゃいいじゃないですか。いやかっこいいですよやっぱり。そうよね。いや我々も年取ってきたからいろんな役割が大事だなっていうことわかるけど、はいはいはい、若い人なんかでもそうでしょうね、うん、ウイングになるよね、まあ、あと10番とか司令塔と言われる10番のポジションとか、人柱だもんね。嫌だよね、情けないね、うん、情けないまで言われます。一生懸命頑張ってるんですよ。ちょっとブレイクします。続いては、はい、にわかは語る、はい、もう気ぃつかなくていいですね。それは自由に語りましょうよ、うん、コーナーでございます。にわかの皆さん、はい、今日は大ヒット映画君の名は、おお、見ないとダメですよ。それそうなんですよ、ラジオネーム走り熊、いろいろ語られてるよこの映画はね。もう語られてますよ。ラジオネーム走り熊、君の名は見ました。ストーリー自体は大変感動しましたが、テーマソングの前世に疑問が残りましたね。というのもこの曲は前世のことばかりで後世のことは何も考えてないように感じるからです。日本は少子高齢化、年金問題、たくさん問題抱えてます。それらを解決するために今は前世よりも後世をどうしていくか考えて歌にするべきだったと思います。そうだね、だって本当そう思うね、こういう映画見てると。あ、そうですか。いつもなんかバックトゥーザフューチャーとかもそうだけどさ、過去に戻ってどうこうとかさ、うん、なんかなんだろうね、惨めったらしいっていうか、未来見ない、後ろを振り返ってるみたいな感じ。未来見据えていこうと思わないのかね。あ、まあまあそうですか。バックトゥーザフューチャー未来も行きますか、ね、まあね、はい、まあ、何話目かでね、やっぱりいろんな人の意見があったんだろうね、あれはね、はいはい、でもこれ君の名はってやっぱりあれでしょ、男女が入れ替わるじゃない、はい、今の世の中っぽいよね、男女平等っていう。そこだろうね。男女平等って言うけど
それほど平等じゃないよね。まあそうですね。あ、ラジオネーム東北自動車道、君の名はの魅力は何といっても新海誠監督の気さくな雰囲気だと思いますね。宮崎駿監督みたいに偉そうにしてないし庵野秀明監督みたいにいつも意味深なことばっかり言ってるわけでもない、優しそうなお兄さん、お兄さん感が老若男女に受けてる理由だと思いますそうだよね、今映画見に行く人はみんな監督の人柄で見に行くからね。そんなことないでしょそんなことはないでしょ作品で見に行くでしょ。いや絶対そうだと思う。 AV でもそうだもん。AV 監督出るじゃん、ハメ撮りで。はい、あ、はいはいはい、やっぱり、はい、カンパニー松尾とか、はい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 、やっぱ、ああカンパニー松尾だからまあ見るかってなるもんね。やっぱ声があの優しいから、トーンが、あー、まあまあ、やっぱ声高い監督の作品は見ないよ。あ、そうですか。やっぱ声って大事よ、耳障りというか。へえ、やっぱカンパニー松尾の作品やっぱり見ちゃうもんね。優しい、なんかこっちが生かされてる感じになっちゃうそうですか。だから一緒だろうね、新海誠監督のカンパニー松尾さんと。そうなんですか。大丈夫、劣等生明石。これだけ大ヒットしてるだけに実に惜しい作品だと言わざるを得ないですね。惜しいの？この映画の中には口噛酒というもの出てきます、うん、口噛酒は米を噛んで唾液と混ざった状態で放置しておくだけで発酵してアルコールになる日本最古のお酒。勘の鋭い方もうお気づきでしょう。そうです、これはつば酒と同じ原理ですよね。何へつば酒という最高の興奮材料がありながらそれを前面に押し出さないのですか。宝の持ち腐れ、タンスの肥やし、実にもったいない。おそらく新海誠監督は童貞だと思います。童貞ゆえ口噛酒が持つ無限の可能性に気づくことはできなかった。また次回作を作る際にはぜひ童貞卒業して一皮むけてから作品を作ると今とは全く別の視点から物事を捉えることができ、さらに素晴らしい作品を作ることができると思います。まあセックスする相手がいないのなら風俗行って、まあ、筆下ろしも一つの手段ですね。そうか、なるほどな。やっぱ童貞臭が出てるよねこれ出て作品に。あ、そうなの。童貞じゃないと考えつかない、あんなのそんなことないだろ、だからそんなことないだろ。大丈夫、田中選手俺は見てないけどね。はあ、そうですね、うん、見てないけど別にいいんだよ言う方って。はいはいはい、おう、うん、だってネットもそうじゃない、はいはい、番組見てねえのに語るんだから。まあまあそうです、見てねえの、見てないけどね、ラジオも聞いてねえの言うんだから。その流れたニュースを見てそう言うんですもんね。だからいいんだよ別に、はい、語って語って知らないけど、はい、だって世の中バカが物語ってんだから、はい、うん、こいつらだって言わしてやってくれよ。いやもういいです、全然構わないですよ。ラジオに田中誠一郎、いや良かったですね、うん、僕3回見に行きました。あ、行ったんだ、いいじゃん。男女が入れ替わるというノスタルジーを感じる展開、映像の鮮明さ、うん、そして何といってもキャラクター。不倫で知り合って金に鍛えない俳優崩れと30歳の水着女が主役だなんてとても斬新だと思います。クライマックスの君の名はという問いかけに袴田です、俺はとにかく女が抱きたいですと絶叫してホストクラブの面接に落ちるし、涙なしには見られません。ちょっとこれ勘違いします。誤解です。こういうことじゃないですよ。誤解してるんですよね。あのこの作品語ってた全然関係ないですもんね。ラジオネームラッパーザキバチョフ、はい、君の名は、うん、ストーリーが良くない、全然ダメそうだったの。ありきたりでいろんな作品をパクってます。もっと魅力的にするには、舞台は革命戦争後で文明が途絶えた世界、主人公が荒くれ者と共に車に乗って独裁者に立ち向かい勝つ、そして主人公の名前はマックス、これを実写で撮れば絶対アカデミー賞取れます知らない、いろいろ知らないんだよねまあそんなやつ多いよどっかからパクってきて自分の言葉にしてるようなやつが世の中多いですよ。これマッドマックスっていう作品ありますかね、まあでも語ってください、気にせず語ってください。いいです、いいです、ええ、はい、ラジオでラッパーザキバチョフ、君の名はに足りなかったものは特典ですね、うん、もし見た人に特典をプレゼントしてればもっと売れたと思います。例えば3回見たら特典として広瀬すずの陰謀、10回見たら広瀬すずのしょんべん、30回見たら千葉吉兆の女将とセックス、この特典があればもっとリピーター増えたでしょうね。千葉吉兆女将とささやきセックスがしてえなっていう
でもそうだよね、やっぱ握手とかね、新海誠監督との握手券とかつけたりさしたいのかな、そんなにしたいでしょ、そんなにしたいのかな、新海誠監督と握手ができるチケット入れたりとかさ、投票券とか、投票券、新海ん投票券、新海誠さんに投票できる投票券つけ、投票チケットに投票券つけたら投票する、結構何票も投票したいから、なんか何回もリピーターが増えたんじゃない、それ別に行かないけど100枚買ったり、投票券のために新海誠さんに投票したいから、投票って何を争ってるの、新海誠さん、新海誠さんに投票するだけよ何だろう、投票するだけ、みんな投票、投票は投票と握手、投票と握手、その AKB ね、 AKB だよね、でもあれで売れるんだもん、まあそうです、中国人の人とかいっぱい買ってくれるんじゃない、新海誠投票券ついてたら、でもなんかこう、なんか争いがないから、その先にただ投票するだけって言われたら ありがとうございますっていう感じになっちゃうからで新海誠と、はい、じゃああれしたらで安野秀明さん、あどっちに、どっちかに投票できる件どっちかなの、どっちかに言ったら何を争ってんのか、なんか賞を争ってるみたいな、人気よ、人気、人気監督のレジオネーム、ビオランチュネ、君の名はに対抗して俺のアナルはという映画の脚本を執筆中です。この俺のアナルはという映画は自分のアナルと誰かのアナルが入れ替わる話じゃねえの、俺物の最初入れ替わった時は全く気づくことなく生活してるのですが、やたらアナルが痛く切れて血が出ていることに気づいた神木隆之介が誰かとアナルが入れ替わってることに気づき、アナル相手を探す旅に出ます。目印として自分のアナルに神木というタトゥーを入れ、アナルが入れ替わった瞬間を見計らって家を飛び出し、道行く人々にすいません、アナル見せてもらえますかと尋ねて歩くロードムービーです。アナルの相手が土屋アンナであったことが分かった神木は、すいません土屋さん、あんまり無茶しないでくださいねとやんわり注意し、土屋がごめんごめん悪かったすまねーと謝って、以後アナルが痛むことはなくなったという話です。バカなバカな、エンジェルあげとこう、エンジェル笑っちゃったよ、パンラストかな、まだいけるかな、ラジオの三平、君の名は知らないけど俺の母の名はマサヨ、歯茎は紫色で乳首はダークブラウン、性欲強めの66歳、みんなよろしくなって、にわかだね、にわかどこじゃないボケの度合いが強くなってきちゃってぐらいかな、はい、来週どうしよっか、おう、俺どうしても見れないけどみんな見てるだろうから、うん、まだ始まったばっかりで様子見だけあれやろうか、じゃあ、うん、女上州ナオトラ、あなるほど、通称オンザ眉毛デコトラ、全然違いますけどね全然違いますけど、女上州早いか、まあ、わかんないです、どうでしょうね、なんかない最近、トランプさんする、あトランプ大統領しようか、じゃ あそれの方がいいかも、トランプ大統領にします、はい、来週はトランプ大統領、にわかの人たち語ってください、コーナー、はい、にわかは語る、うん、さあ参りましょう、はい、ラジオネーム、今日はテーマはトランプ大統領、はい、ちょっと政治の問題に厳しくね、うん、ちょっとメスを入れる、鋭く切り込んでみたいと思います、皆さんとともにお願いします、ラジオネーム、相当大統領 で出してね、はい、大統領で出してんなっていう、やっぱ今見解ですね、スタジオネーム、早速にわかな感じがまたまたぞ、はい、トランプ大統領就任前からジェスチャーの多さで話題になってますね、身振り手振りで話すことが癖だそうですね、トランプ大統領演説で時折 指で OK のジェスチャーしますが、あれは自分の金玉の大きさを強調してます就任式では家族で踊り出したり、とてもひょうきんな一面見せてますが、自分の金玉の大きさを指で示してるだけ、言ってることも何言ってるか全くもっと分かりません、あれが英語なんですかね、それにしても欧米人は金玉も態度もでかいですねちょっとボケすぎなんだよちょっとなんかこうにわかが必死に語ってる感じが欲しいな、ラジオネーム千本ノック、
ドナルド・トランプ大統領ですが、親指と人差し指をくっつけて荒々しい口調で民衆に話しておられるので萎縮してしまっている方が多いかと思います。そこでトランプ大統領に服装から変えていただき、民衆の皆さんからのイメージアップを図りたいと思います。とりあえずアロハシャツに短パンをつけとけば問題ないですね。親指と人差し指くっつけるポーズをしてもトロピカルジュースのさくらんぼをイメージしていると思われるので逆に好感度が上がります。安倍総理よりも先にヒロミさん、木梨さんにかと会談したらイメージ定着成功、ご検討ください。なかなかやっぱうまくいかない方がいいね。こうそうですよね、まあ時間はかかりますよね、まあ、意思の疎通はね。そうですね、そうですね、はい。ラジオネーム大丈夫気取ってます。トランプ大統領大嫌いです。テレビに映るだけで不快、最悪、一刻も早く大統領変えてほしいです。理由はただ一つ、洋物の AV に出てきて意地悪な男優にそっくりだからです。なのでトランプ大統領は名前をドナルド・トランプからドナルド・ホークに変え、髪型も金髪から茶髪のパーマに変え、よく見る人差し指を出したポーズも2本指を出して腕をクロスさせるポーズに変えて、マイネームイズゴールドフィンガー、マグロピープルゲラウェイを決め台詞にすれば国民からも愛されると思います。いやなんかだからお前らいつもにわかで語ってんじゃねえか偉そうに。その感じでいいんだけどな、お笑いがどうだ、ラジオがどうだ、芸能人がどうだとか言ってるよお前らいつも。なんで急にボケばっかりなんだよ。にわかだってバレたくないのかな。なるほどね。ラジオネームブラザーフットボスティール、トランプ大統領には言いたいことがたくさんあります。いろいろと甘い政策が。いいですよ。あんなの続くわけがない。とりあえずフォレスト・ガンプ見てアメリカの歴史とか勉強した方がいいと思う。アメリカ大統領なんて国のトップであり世界のトップなんだろ。あいつクラス委員とかなったことないんじゃないか。あと品格も全然ない、下品。なんだあの下ネタ、中学生かよ。ただのチンピラだろ、あの政治の背の字も知らないど素人が。それとまあでかい。でかい。まあだいぶ近づいてますけどね。ラジオネーム獅子肉食べますか。トランプ大統領はメキシコとの国境に壁を作ると言っていますが、俺の部屋の周りにも壁を作ってほしいです。毎日母親と父親が交代で部屋の前にやってきて、扉をどんどん叩きながら働きなさい、出て行きなさいとうるさいです。厚い壁があればその音も聞かずに済みます。トランプ大統領よろしくお願いします。意外と短命に終わるかな。もうちょっとなんかあれだったんだけどな。ラジオネーム三平、トランプ氏は髪型がかっこいい。あれだけ前髪遊ばせてる人間はそうはいない。オラウータンの赤ちゃんみたいに超かわいい。坊主のオバマとはレベルが違う。あれはモテる、絶対にモテる。そうそう、その調子損するし。お前らいつもそんなこと言ってんじゃねえか。お前らって誰なんだよ。ラジオのビワランチョにあり、ドナルド・トランプはアメリカファーストと言ってますが、俺のアナルド・トランプもやはりアナルカファーストです。人のアナルよりも自分のアナルの利益を守りたいと思ってます。ジョーとメキシコ人と俺が 3P になった時も、不法にメキシコ人のアナルに侵入しないようメキシコ人のアナルに壁を作って、自分のアナルにジョーからの利益が入ってくるようにしたいと思います。俺のアナルの失業率は今深刻です。アナルは空っぽで貧困にあえています。必ずグレートアナルカを復活させたいと思います。何言ってんの。バカなんじゃないの。バカなアナルカってアメリカのことだろ。ラジオの時にんざぶろう、就任直後から大統領令を乱発し次々に公約を実行に移しているトランプ大統領、その目玉といえばメキシコとの国境に建設予定の壁です。アメリカは壁の建設費を莫大な輸入関税によって賄おうとしています。しかしメキシコとは自由貿易協定がありますし、そもそも壁なんて時代錯誤も甚だしい。銭湯の壁だってそうです。この時代に男女を区別するなんておかしい話です。もっと自由に女湯男湯行き来できる銭湯にしたい、おっぱい見たい、
チンコ見たい。私はこれこそが銭湯のあるべき姿であり目指すべき未来だと思います。私がこの銭湯の番台に就任した暁には男湯女湯を区切るこの忌々しい壁必ずや打ち砕き、チンコとおっぱい、女のあそこの自由を我々の手に取り戻してみせます。さあ声を上げよう。 No more war No more war。 わかる？わかるな。いつ薬変わったんだよ、こんな話。そうなんですよね。なんかあれですもんね、あれは結局もう関係ないんでしょ、ん TTP は。あ TPP TPP、 はい、TPP、もうなくなっちゃったらしいですね。環太平洋パートナーシップ協定ね。おい、ね、にわかな感じか。環太平洋パートナーシップ協定だから、はいはい、ワードだけですもんね。ワード言って説明しよう。僕あんま意味わかってないですから。環太平洋パートナーシップ協定どういうことなんですか。まああれでしょう、うん、もう税金の問題ですよ。いやざっくりとしてはね。ざっくり税金の問題。まあそうらしい。結局そうなんですよ、税金ですもん。 いつも、あ、まあそうです。あなたが払ったっての税金でしょ、いつだって。いやまあそうですかね。そうでしょ、まあ、うん、まあそういうことなんですよ。だからそれがまあトランプがダメだって言うからね。でもね、うん、すごいよね、うん、スラジオに違和感。ざっくり言う。来週はどうしようかね。そうですね、もっとトランプ大統領マジで知らないんじゃない。にわかにもならないんじゃない。あ、なんか何してたのね。何でしょうね。なんかにわかの人たちがよくいる世界ってアニメとか言うと怒るじゃない、あの人たち。あ、俺でも知らないんだよな。俺エヴァンゲリオンも見たことねえしな。あ、エヴァンゲリオン好きじゃないの。エヴァンゲリオン1話は見ましたよ。なんか途中でやめましたけど。あ、そう。あの映画のあたりでなんかやっ。あと最近のなんかある、なんかあるのかね。知らないんだよ。なんか、最近何が最近。うん。何でしょう。あれしようか、うん。エヴァンゲリオン。いいと思いますけどね。途中までだったらなんとなくは。あ、そう。エヴァンゲリオン、にわか。あれ、でも大体はあれなんでしょ。だってわかるよ。アンノの。庵野の主張でしょ。いや、まあ監督さんですからね。庵野のメッセージだってよ。ですよね。そうですよ。作ってますから。来週はエヴァンゲリオン、はい、にわかの人語ってください。続いて、にわかは語る。お、誰に気兼ねすることなく自由に語り合っていこうということです。ここだと、うわ、にわかじゃん、黙れよとか言いませんから。あ、なるほど。ね、わかりました。今回は、エヴァンゲリオン、はい。ちょっと古いですか、うん、まあそう、始まったのはでもまあでも結構にわかが多いでしょうからね、これね。まだ終わってないみたいですからね。あ、そう、多分そうですよ、確か。俺知ってんの初号機ぐらいよ。あ、そうですか。うん、じゃあもうだいぶ初号機と、うん、あと天竜なんとかラングレーみたいな。天竜なんとかラングレー。総竜アスカラングレー。天竜総竜。え？総竜アスカラングレー。総竜アスカラングレー。あ、とかは知ってる。はいはい、綾波で。綾波で。碇長治。新治。碇新治。主役だよ。源治。源治は親父かな。お父さんか。碇玄道。玄道です。はいはい。もう、はいはい、それぐらい、俺は。シト。ああ、そう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 。シトピッチャン、シトピッチャン。それ、こずれようかみたいな。はい、はい、ラジオネーム、年収5万。まあ、95年から放送が始まったんだけど、それまでのテレビでのアニメーションの表現を拡大したよね。プロットに、まあ、寄与しない形の、まあ、説明台詞で裏設定が本編中に少しずつ披露されて、そのわずかな、まあ、手がかりから謎解きすることにみんな夢中になったよな。腹立つなぁ。腹立つなんか。腹立つな、こいつ。なんだろう。なんでだろう。それまでの、まあ、形式美的なアニメも良かったんだけど、まあ、エヴァ以降、実験的な表現を思い切った企画が、まあ、なされるようになったよね。まあ、今のアニメ業界もまたお決まりの設定と似たようなストーリーばっかりで、まあ、2匹目どころか100匹目ぐらいの土壌狙ってるの状態だから、
またエヴァみたいな作品が出てくることが望まれるよね。腹立ちますね。でもまあ、おおむねそうだな。そうだな。やっぱ新しかったのかね。新しかったってことね、じゃあそれぐらい。じゃないですか。はい。何が一番新しかったんだろう。ロボットにコードがついてるのが新しかったな。いや、そんなことない。それ古いぐらいですから、コードついてたりする。あれ、コードついてんじゃん。コードついてます。エヴァンゲリオンってコードついてるでしょ。コードついてます。SD ガンダム対戦みたいなゲームではコードついてて、いつもこいつ使いにくいな、エヴァンゲリオンと思ってたもん。そうですか。役に立たねえよ。ロープ切ったら大暴れするんだもんで。そうなの。そうでしょ。いや、ロープ切ったら大暴れするんだよね。あれ、犬でしょ。犬の表現でしょ。じゃないです。ロープ切れると、なんかこう、時間が決まっちゃってて、残りのエネルギーの時間が決まっちゃってて、そこから覚醒すると大暴れして、なんか本人が覚えてないみたいな感じの。ラジオに起きてるし、はい、エヴァンゲリオンのタイトルが出るシーン知ってる？黒字に白のでかい明朝体で文字がバババババって出るやつ。あれね、映画監督の市川崑に対するオマージュだから。市川崑知らないの？日本映画界の巨匠。すげえいい作品撮ってる。すげえ上々的。黒澤明がすげえって言うけど、俺は断然市川崑派。うっせぇな。うっせぇな。どこで覚えてきたんだよ。腹立つ。ラジオネーム、熱海のたこ焼きマントマン。まあ、伏線張りすぎ。うるさいな。なんか聞いたことあるな。まあこんだけ伏線貼ったら何が何だか分からなくなるし、実際に脚本書いてる方も伏線回収しきれなくて、まああとは個人ごとに考えてください的な丸投げ感ひどすぎるだろう。もっとアニメファン増やすにはクレヨンしんちゃんのように15分で伏線貼って見事に回収する素晴らしい技術日本にあるんだから、その技術一回勉強しに行った方がいいと思うよ。あるね、この伏線回収できんのかとか。ありますね。ワンピースとかでもそうだもんね。はいはいはい、あれ伏線回収できんのか、はい、いいよ伏線いっぱい貼っときゃ。ラジオネーム急騰流、エヴァンゲリオンはやっぱりね、ストーリーがいい、めちゃめちゃ奥が深いし面白い。クルーロボットガンダムみたいでかっこいい。奥が深い、伏線もすごい。詳しいことはネタバレになるから言えないんだが、俺はエヴァンゲリオンと出会って人生変わった。見たことない人人生の半分損してる、かわいそう。上手みんな。めちゃめちゃ、でもこれ普通にネットとか見てたらこんなばっかだもんね。ね、確かにこういうのありますもんね。あるある文章ある。劣等生明石、設定がダークで謎すぎ、もっとポップで分かりやすい設定の方が世間受けするかな。なんか設定に多くの謎を含ませることで受け手側に様々な読み取り方してもらおうというのが見えすぎてしまった不快だね。実力のない若手がやりがちなパターン。まあ見ていて、まあ庵野が伝えたいことは分かるんだけど、いかんせんそれうまく表現できてないんだよな。ただまあ自分だけが満足のいく作品作っただけじゃ世間は納得しないよ。客とのキャッチボール大事にしなきゃ。もっと客に対して愛を持って作品作らないと、作品に対しても失礼なんじゃないの。そんな教科書の1ページ目に載ってるようなことも忘れてるようじゃ、あんのまだまだ素人以下だね。まあ辛辣なこと述べちゃ並べちゃったけど、光るものは持ってんだから落ち込むことはないよ。その才能俺も認めてるから。だからもっとプロ意識持って客のこと考えて取り組めば、もっともっといい作品になると思う。挫折も成長のために必要なことだから、めげずに頑張って。めちゃめちゃ腹立つだろうな。映画なんて絶対作らねえと思うだろうね。本当はこんな、いやー、ラジオにブラザーフットオブスティール、あーエヴァですか、王道ですね。まあある意味まあ下道とも言えますかね。あれ多いった登場人物のまあ複雑な関係、超難解な設定、オタクの心くすぐるオマージュの数々、素晴らしいところを挙げればキリがないですよね。でもまあ僕から言わせてもらえば本質はそこじゃないんですよ。はっきり言って誰も何にも分かってないです。エヴァっていうのはですね、アニメではありません。要するにエヴァとは神話なんですよ。そこらに転がってる名作とはレベルが違います。そしてここだけの話、エヴァとは庵野そのものです。庵野が緻密に罠を張り巡らせた庵野によるやらせなんですよ。え、
あんのが何者かって、それに関しては我々からしてもアンノーンです。めっちゃ腹立つな。一日一外食、はい、よくほんとこんなことしかないネットの世界でやり取りしてる人たちとかさ、はい、すごいね。そこで生きてる人たちって、いやまあそうです、こんなことばっかりに、こんなことまみれで生きてるんでしょ。まあそうですよね。胃潰瘍でしょ。みんなすぐ大変だと思う。偉いわ。親父の一日一外食、エヴァ好きって言うけど新劇場版から見始めたんでしょ。俺はまあテレビ版でやりたいので見てたから、ちょっと一緒にしてほしくないんだよね。渚かおるの意味知ってる？渚の漢字崩すと血、物、かおるを50音順で1音ずつずらすと終わりってなるわけ。うん、この話もこれで終わりってこと。でもいいんだよ、にわか語る。いいです、にわか語るんですから。マジにわか多いな。詳しいんだろうね、でもみんな多分。いやまあそうなんです、俺らに比べやね。はい、俺なんかにわかにも言ってないわけだからね。はい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 、天竜、天竜総流ね、総流とか言ってるようなもんだからね。そうそうそう、ラジオネーム。でもこのコーナー結構新しい人多いよ。うーん、このにわかの子、あそっか、聞いたことない人結構いっぱいいて、待ってましたっていう人もいるのかな。そうかもしれないですね。ラジオネーム、彼女は蜃気楼。僕はエヴァンゲリオンがあんまり好きじゃありません。僕は理系ですから、ああいう非科学的なものはどうも感情移入できません。あんな街中を全速力でエヴァンゲリオンが走ることになると、アニメのコマ数は毎秒30枚だから、右足上げて再び上げるまで、すなわち2歩を 0.43 秒で走ってることになるわけですよね。これは身長40メートルのウサインボルトが走ってるのと同じことになるわけです。文系の人にはわからないかもしれないですが、これは歩幅も含め考えると音速を超えるマッハで40メートルの物体が移動していることになります。僕と同じ理系の人はもうわかったと思いますが、一歩足を進めるごとに5トンの爆薬を爆発させて出るのと同じことです。約半径110メートルが一歩踏み出すたびに爆発していることは計算式で出ていると思います。それだけじゃありません。理系の人なら絶対納得できないシーンの一つに、映画編で、心身を喪失し寝たきりのアスカに碇シンジがオナニーするシーンありますが、実際にそんなシーンに遭遇したら、アナルを広げて鼻につきつけて踊りまくるくらいは理系の人ならしますし、やはりエヴァンゲリオン非現実的、感情移入の欠悪欠もできず、どうも好きになれません。まあわかる、これはね、わかるの、わかるんだ。僕なんかもううるせえなーってずっと心の中で言ってましたけど。来週どうしましょう。ああそうですね、来週また後にしましょう。一旦ブレイクします、はい。にわかは語る、はい、今日は ジブリがテーマですね。そうですね、テーマ決めない方がやりやすいのかなとかどうかなとかいろいろ思ったりもしてますけど、まだもうちょっとじゃあテーマ決めてね、はい、あのやらせていただきますんで、まあ飽きたらフリーでやってください。はい、わかりました。ラジオネームボノボ。ジブリっていうと宮崎駿を思いがちだけどさ、まあ、実は影の立役者は鈴木敏夫なんだよね。英語プロデューサーの鈴木敏夫。彼がいなかったらナウシカ、トトロ生まれてない。全部鈴木敏夫が関わってる。つまり鈴木敏夫こそがジブリの生みの親。これからジブリ作品見るときはみんなも彼を意識して見るといい。作品に深みが出るから。知ってるよ。みんな協力タッグでやってますから。知ってますよ。この前も NHK のやつでも鈴木さん出てましたよ。あすごいな鈴木さんって。みんなが全体的に鈴木敏夫って言いたいだけみたいなところはちょっとね、ちょっと見え隠れしますけど。大丈夫、気取ってます。みんなに質問。千と千尋の神隠し何回見た？ハウルの動く城は何回？絶対一回じゃないよね。何回も見たはず。それは一回見ただけじゃ理解できない奥深さ。何回も見たくなる仕掛けがあるからなんです。ジブリの作品一回だけ見たっていう人いないと思う。なぜなら何回も見たくなるから。そう、ジブリにおいて1っていう数字じゃない。
ジブリ作品を見てるとき隣に誰がいる？家族？友達？はたまた恋人？ジブリ見るとき一人じゃないよね。みんなで見れて何回も見たくなる。そんな1がない作品なんだよね。下げとくか。一人で見ることは多いけどね。多いですよね。めちゃめちゃ一人で見ますよね。全然。いや、そう一人を意識してんじゃないかなと思うけどな。宮崎駿みたいな天才はやっぱり孤独だから。天才。彼も一人だもん。見てたらわかる。彼は一人だなってわかるもんね。あ、そうですか。ラジオネーム走り熊。ジブリ作品には宮崎駿監督の命に対する尊敬の念というものがふんだんに盛り込まれていると思いますね。最終的に全ての作品を見て言えること、それはこれからどう生きるか、それを考えさせられるのがジブリ作品の醍醐味だと思います。ただ一つ難しいのは、見る側が宮崎駿というフィルターを勝手に通して見てしまうと、物語がいつも一辺倒に感じてしまうこと。あくまでもその時々自分の感性を研ぎ澄ませてみることで、作品から多くの意味を得られると思います。偏差値2だな。でも俺こんなこと言われるとね、納得させられちゃう。そうですか。NHK でこれ言ってたらでも納得するよ。納得しますね。こいつらが言ってからにわかがようって言うけどね。はい、そうですね。確かに。ラジオネグドンなグドン。これマジで結構来てんのよ。あ、そう、めちゃめちゃやっぱり名前聞いたいのに。ラジオネームグドンなグドン。今や国民的アニメ扱い、国民的アニメ扱いされてるけど、やっぱ俺は駿の作家性が爆発した初期の作品群が好みかな。特にナウシカはすごい。今でも色褪せない絵の美しさ、ストーリーの深み、むちゃくちゃ考察できる。あ、もちろん俺が言ってんのは漫画版を含めての話だから。正直漫画版も読まずにナウシカ語ってほしくないね。富山、ほとんどの日本人は漫画版の存在すら知らなくて、駿の伝えたいことが1ミリも伝わってないのが現状。ほんと嘆かしい。原作うるせえよ。言わないですもんね。早尾って言わないで。ラジオネーム、チェコの大砲。最近のジブリ手抜きしすぎ。最初の頃はメッセージ性込めていたのが伝わってきたけど、今のジブリ空っぽ。ちょっとでも物語に含みを持たせたら視聴者が勝手に解釈して議論してくれる。そんな魂胆が見え隠れしてるね。熱狂的なファンの人たちはいろいろな解釈をさせてくれる宮崎駿ってすげえって言うけど、勝手にお前らが好き放題言ってるだけだからね。丸投げされた中身のない空虚なものにお前らが勝手に飾り付けしてジブリを甘やかしている。今後のジブリは視聴者側と制作側の距離感大事になってくるね。マジでこんな人多いからな。そうですね。なんかね、どっかで聞いたことあるようなのが多いですね。ありますよね。ラジオネーム三平。宮崎が描いているのは誰もが心の奥底に秘めたノスタルジー、まあ、かっこ郷愁の世界と、誰も見たことがないファンタジーかっこ空想の世界を融合させたユートピア理想郷である。この絶妙なバランス釣り合いこそが多くのユーザー視聴者を引きつけるスパイス香辛料となっているに違いないが、ハードなセックスシーン露骨な性描写がないのが欲しい。バカじゃないの。いいよ、うるせえな。どんだけバカだと思ってんだよ、こっちが。なんでスパイス香辛料って。違うだろ。香辛料っていう役じゃダメだろ。エンジェルあげてるわ。パン。ラジオネーム田中誠志郎。まあ、これは語るまでもないんじゃない？日本国民でジブリ映画見たことない人いないでしょ？トトロとか、
ナウシカあたりがメジャーな感じだけど、俺はあえて紅の豚をしたいね。特に不満はないけど、強いて言えばミヤさんありきってとこがネックかな。アリエッティの監督とか息子とか世間の評価は知らないけど、俺は悪くないと思うよ。まあ良くもないけどね。スタイルはどっちなんだよ。じゃあ、あえて紅豚をしたいね。うるさいね。うるさいね。めちゃめちゃうるさいね。なんだろうね。なんか小島瑠璃子とかが言いそうだわ。なんか女子は魔女の宅急便とか、まあナウシカ。私はでもあえて、お邪魔が山田くんですね。うるせえよって。変わったとこ入れてよ。何変わったこと言ってんだよ。どうせトドロだろ。1日1外食。広島にある鞆の浦に行ったことありますか？え？ジブリ好きって言ってんの知らないんだ。鞆の浦は崖の上のポニョの舞台として、実際宮崎駿監督も滞在して構想を練ってたの。アニメと現実世界は違うけどさ、もののけ姫は屋久島、耳を澄ませば東京多摩市の聖蹟桜ヶ丘、隣のトトロは埼玉県の狭山丘陵がモデルになってて、実際見ることでアニメの世界により入ることができるんだよね。あ、けどまあこのこと知ったからって聖地巡礼だって言っていかないでほしいんだよね。最近マナーのない一部のにやかファンが騒いで、近隣住民の方とか自治体に迷惑かけてるから、ジブリを本当に好きな私たちと一緒にされたくないんだよね。そうだね。ごめんない言って。ごめんない言って。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。ジブリは最近になって特にダメだな。まあ最近どころの話じゃないけどな。ナウシカとかラピュタあたりは物語も演出も秀逸だったけど、それ以降はひどいもんだよ。そもそも魔女宅がヒットしてから、その後の作品全部が魔女宅の劣化版じゃん。マンネリ取り越して逆に草生えるわ。俺たちジブラーが見たいのは売れるアニメじゃなくて面白いアニメだよ。面白いアニメを作れば必然的に売れるじゃん。そういうとこから考え直すといいと思うよ。惰性で作るんじゃなくてさ、初期衝動を爆発させたような作品を生み出してほしいな。宮崎駿も引退したんだろ。それチャンスじゃん。ジブリの方向性が白紙に戻ったんだからさ、まずは自分だけの地図を描ける新進気鋭の監督見つけること からだろう。最近のジブリはダメだなって言われたくないだろ。じゃあ自分たちで動かないと。お前だよ。散歩しろお前が。家からも出てない。家からも出てないっつんよ。めちゃ腹立つな。でも宮崎駿は腹立たないだろうな。大金持ちだから。そうなんですね。そうでしょうね。ラジオネーム、ジョリオン。ジブリといえばやはり宮崎駿ですね。分かってね。今さら。まあそうですけど、彼の優れているところは設定作りですね。例えばもののけ姫、人間の恨みで生み出された怪物に呪いをかけられた青年、そしてたくさんのもののけがいる森と、そこに住む山犬に育てられた人間の子。こんな複雑、複数の斬新な設定を組み合わせるだけで話の内容どうやっても面白くなります。だから逆に言えば、設定を作ってしまえば誰が作ってもあの物語にたどり着きそうですね。つまり我々と宮崎駿の違いは鼻の差です。でもそれが天才と凡人の違いなんでしょうね。うるせえんだよ。もうどっかで聞いたことある話ばっかりだなお前ら。本当に一旦ブレ。にわかは語る。皆さん自由に、にわかの皆さんでも自由に語りましょうというコーナーでございます。今日はワールドベースボールクラシック WBC、うん、野球でございます。はい、いろいろ送ってきてくださっております。ラジオネーム、モモゲビンビンビーム。まあ今回侍ジャパンが WBC 優勝するために必要になってくるのは使用球への適用だよね。日本球界の宝、大谷翔平が欠場するとなると、投手陣によりプレッシャーかかった場面での投球が要求されるから、キャンプでの調整が鍵になってくる。まあ選手それぞれの調整があるんだろうけど、早めに実戦に取り組んでほしいね。本来の実力発揮できれば勝てない相手じゃないんだから。国
郎監督の采配にも注目だね。いずれにせよ日本国民の応援が大事だよね。何の内容もない。めちゃめちゃ何の内容もないけど、こういうもんですよ、はい、ラジオネーム大丈夫を気取ってます、例えばの話です。じゃんけんで相手がグーを2回連続で出してきたらどう思う？僕は次はチョキだなと思ってグーを出しますよ。ここで3回連続で相手がグーを出すと予想してパーを出す人は三流、野球に向いてないと言えるね。 WBC 見てて思う。相手がストレート2回連続投げてきたら次は変化球だろ。それを予想もできないで3回連続ストレートが来ると思ってるバッターは三流。可能性として3回連続ストレートもあるけど、それを言ったらキリがないからね。あくまで統計の話。世界相手にするのであればもっともっと統計が必要。言ってんだ。統計必要だね。あ、もう取ってんだ統計がいっぱい。ラジオネーム今頭痛が痛い。まず国母が監督じゃダメだと思う。やっぱりプレミア12でしたっけね。やっぱプレミア12の国母の采配ミス頭よぎるね。やっぱ誠一、貞治、辰徳、この辺りは選手のこときちんと分かってる名称だと思うな。特に辰徳はジャイアンツで素晴らしい実績を上げてるから申し分ない。やっぱ監督の采配、これ大事。当たり前だよ。なんで下の名前で読むんだお前。千一、貞治、辰徳。ラジオネーム、チェコの大砲。まず注目してもらいたいところはプレーボール後の1投目。1投目を見ればその試合の流れ読めると言っても過言ではない。特に現地観戦してる方は1投目見逃してしまいがちだからしっかり見てほしいね。なんで見逃すんだ。続いてはファーストバッターの一振りにも、ファーストバッターの一振り目注目してもらいたい。振り具合で大体の試合の流れは読めると言えるから。要するに一回の表を制する者がその試合を制すると言ってもいいね。まあ例外はあるけどね。バカだよ。例外だらけだろ。賛否両論だけどね。と例外もあるけどね。うるせえんだよ。ラジオネームモンゴリアンチョップ。もちろん WBC は見るんだけど、みんなはどうやって応援する？俺はちゃんとユニフォームを着て応援する。もちろん大谷翔平のユニフォームね。やむを得ず今回は怪我で出場できないけど、その穴を埋めるのは俺ら視聴者の役目だと思う。俺らが大谷のユニフォームを着ることによって日本の団結感増して強くなると思う。俺そう信じてる。俺ら視聴者は試合のプレーで貢献することはできないけど、他にやれることきっとあるはず。俺はその役目を全力で果たして日本に貢献しようと思う。だからみんなも応援よろしくな。頑張れ侍。これはっきり言える。応援全く意味ない。いや、そんなことないですよ。ラジオネームクレイジークレイジー。 WBC って本当にどうしようもない。特にアメリカ、二流の選手ばっかり集めていつも本気出さない。それで勝てるならまだしも負けてんだろ。どうしようもないね。多分本気出して負けるのが怖いんだろうね。でも一番どうしようもないのはアメリカ人の真似して WBC は出ませんとか言ってる日本人メジャーリーガー。ちょっとそっちに住んだだけでもうアメリカかぶれか。おかしいよな。そもそもメジャーリーグっていうのが気に食わねえよ。プレーは雑だし何でもかんでも力任せ。さっさと日本に帰ってきた方がいいね。あんまり言いたくないけど、日本人メジャーリーガー全員勝つだね。バカだよ。張本かよ。いいかよ。メジみんなよく知ってんね。ラジオネーム、サオトメジャンクション。今回の WBC、アメリカ、ドミニカ、ベネズエラは前回、前大会同様、
MLB の最前線で活躍している選手が多く選出されて、多くの人はこのタレント軍団相手に日本がどう戦うのか関心を寄せていると思う。だけど今回の注目国は何といってもオランダ。 MLB を代表するクローザーのジャンセン、好打者のボガーツ、プレーに花があるシモンズ、日本の年間ホームラン記録を持つバレンティ、過去最高の顔ぶれが選出された。日本がオランダと当たるとすれば2次ラウンド、バングルワスがなければ日本、オランダ、韓国、キューバが2次ラウンドでシーを決するっていうのが大型の予想。このオランダだけでも厄介なのに、ご存知の通り韓国やキューバは日本を相手にこれまで互角、いやそれ以上の戦いをしてきてるわけだから、もしかしたら日本は決勝トーナメントの舞台、つまりアメリカの地に足を踏み入れることはできないかもしれないな。なんじゃなんオランダの情報言ってんだけだよお前調べてラジオネーム、獅子肉食べますか。 WBC といえばイチロー、若い人は知らないと思うけど韓国戦でのイチローは本当に感動した。あ俺リアルタイムで放送見てたけど、あのファールにファールを重ねて最後投手の頭上を飛び越える二塁打、感動したな。ああいうのができてこそ WBC、 ああいうのが見れてこそ WBC。 俺は昔から日本の野球界ももっとメジャーとの交流戦の機会を増やすべきって言ってきた。ようやく世間も俺に追いついてきてくれた感じ。仕事が忙しいから見れるかわからないけど次の WBC も必ずリアルタイムで見ようと思ってる大好き見ねえんじゃなくて見んかい以上です。さあ続いてはにわかは語るなんですけどね。はい、以上にそんなとぼけ方ある？白髪でじゃあちょっとあれして飲むぜっつって言っててさ、あてしたらさ、トケベですけどめちゃめちゃ腹立たない、そういう間抜け、ね、俺そういうのだけ許せないのよ。あ、そうなんだ。とぼけんなよお前っつって、ね、本当ですよね。確かにめちゃめちゃ腹立った。結構待つしね俺、はい、俺やっぱりその辺やっぱり辛抱強いし優しいから、はい、別に、ま、待たされる分に何かあったのかなって思ってずっと寒い中待ってんだよ、はいはい、あしばらく待った上でので酒井が遅れてったと思って来てさ、はい、あすいません、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、あれ西尾よ、はい、あれあってよ、なんだろう酒井女中電話してみる、え東京駅じゃないんですか、めちゃめちゃ殺すもうだって合流するまでにまた1時間ぐらいかかっちゃう。そうですよ、なんだかんだね、ま、めちゃめちゃ腹立つんですよ、ああいうのが俺もう。確かに時間とか場所はっきり言ってんのにとぼけるやつ、はい、立つわ。ラジオネーム、はい、にわかね、はい、今日はラップ、はい、ラップのことについて皆さん詳しいみたいです、はい、教えていただいております。ラジオネームチェコの大砲、生き様、ラップを聞けばその歌い手さんに流れている血の色わかるね歌い手さんの歌唱力とかリズミカルリズム関係ない、素人の歌い手さんすぐプロの歌い手さんを模倣しがちだけど、それは違う、魂で歌ってほしいね。まず自分の思いの丈を一節歌い上げてほしい。それからプロの歌い手さんのラップ聞いてクレッシェンドデクレッシェンドテクニック模倣するとなおよしだねラップじゃないじゃん全然ラジオに妖怪きなこじじい、やっとだよ、やっと俺の語れるジャンルが来たから語らせてよ悲しいんだよまずラップに必要なのはさ、小手先のテクニックとか上手な言い回しじゃないんだよね、一番ハートつまりソウルなんだよねマジで最近出てきた自称ラッパーの子たちはさ、そこが分かってないよね。なんか知識とか言葉のボキャブラリーただただ詰め込んでうまく言ってやろうって気ばかりで肝心なソウルがない。だから聞いてる人の心を揺さぶらないし、どうしたってチャラチャラしただけの鼻につくやからに見えちゃう。そういう子たちが増えるとラップがどんどんただ粗雑で乱暴なものに見られちゃうからさ、悲しいよね。だから若い自称ラッパーたちにこれだけは言いたい、お前らスキル磨く前に自分磨けってね俺マジでそう思うんだよね
さっきのやつも生き様っつってたんで、自分磨けとかさ、うるせえな、知らねえんだろうマジで。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。にわかはすぐラップのことを語りたがるけどさ、ラップの始まりすら知らない奴らばっかでヘキヘキする。ラップが確立されたのは1970年頃のブロックパーティーの中で生まれたんだよね。アフリカングリオをルーツに持つとも言われてる。最初に全米1位になったラップの歌はブロンディのラプチュア。ラッパーという言葉をひらめいたのはガーヒルギャング。これぐらいはラップ好きなら常識。これすら知らない奴らにはラップ語ってほしくないね。めちゃめちゃウィキペディアだ。言うなって。調べた、調べたのがめちゃくちゃ。めちゃめちゃ調べてんじゃん。調べたの丸分かりって。ラジオネーム、窓際。ラップを不良文化か何かと勘違いしてる層って結構いるけど、そこに目が行ってばかりじゃラップの何たるか理解できないと思うね。ラップっていうのはやっぱり韻を踏むっていうのが重要。中にはラップと称してただ早口で歌ってる連中もいるわけ。俺から言わせればそんな連中はフェイク。韻を踏むっていうのは早口でもなければダジャレでもない。じゃあこの韻って何か、何かわかる？もう分かってんだろ。人間の韻と陽。そう、韻を踏むっていうのは己の中のダークを踏みつけネクストに行くための手段なんだよね。それがラップ、文化の到達点。マジでこラップみんなマジで知らないんじゃない？ラジオの弟子の正彦。ラップ歌ってる人たちかっこいい。特に語尾を合わせに行くのすごいと思う。見てるね。頭の回転超速い。でも相手につけて悪口言い合うのはあまり良くない。みんな仲良くしてほしい。あげとくよ。にわかすぎるだろ。ラジオネーム三平。ジブラが日本一有名なラッパーであることは認めるが、年齢の割に再度刈り上げすぎ。今は2ブロックが流行ってるから許されてるが、10年後に見たらかつての吉田栄作同様、なんだこのクソみたいな髪型はと思われるのではないだろうか。もう一つ言うと、フリースタイルダンジョンでゲストが歌ってる時にジブラがカメラ目線でポーズ決めながら踊ってる場面よく見かけるが、決めすぎて逆に面白くなってしまっているということに気づくべきである。まあ俺はそんな風に思ってないけどね。何見てんだ途中で。腰いけてんじゃねえかよ。来られたらどうしようみたいな。来ねえよ。ラジオネーム、形状記憶老人。よくテレビ雑誌の芸能ニュースで、あのアイドルがラップに初挑戦という見出し見かけるけど、正直そういうのやめてほしい。そもそもラップは挑戦するとか始めるとかそんなもんじゃねえから。人は皆生まれながらにしてラッパーなんだよ。生まれてから今まで俺たち人類、いやソウルメイトはずっと体の中で何万回、いや何千回と魂の鼓動を刻んでるんだぜ。なんで何万回の後、いや何千回に落ちちゃうんだよ。バカだな。何千回、何万回だろ。正直そんな生物って他にいないと思う。それなのにソウルメイトたち自分たちの姿分かってない。現にハートビートのという言葉もあまり知れ渡ってない。これを機会にソウルメイトにはラップの凄さ知ってほしい。正直アイドルラップ聞いてないで、この凄さ世間に広めてほしい。とかね、あるし、はい、こういう人たちもいるんだよ。よくわからない。ラジオのシンガポールティッシュ。今のラップ界に足りないもの何かわかるかな。そう、ニューウェーブ巻き起こしてくれる存在。正直言ってドイツもこいつも同じようなバイブスでラップやってるって感じで、もう飽きしてたんだけど、最近なんかとんでもない新人現れたらしいじゃん。名前確か菊田健太だっけ。彼はセンスの塊だよ。今までにないラップのジャンル確立したと言っても過言ではないよね。でもなんかサンドリーとかいうラジオでゲスト出演したにもかかわらず、あまりにもひどい扱いされたらしくて、
ネット騒然としたらしいじゃん。おそらく菊田健太は数年すれば JZ やエミネムと並ぶぐらいのラッパーに成長していくんだから扱い十分気をつけてほしいよね。そうなの、これただのバカだよ、ね、あいつでも引退したんじゃないの、もう菊田健太したんだよな、もう菊田健太引退だから。あ、引退したの、あもうラップ負けてやめて引退だから。あ、そうなんだ。だからだでも分かんない、それはもう宮崎駿とか大仁田敦みたいに復活宣言あるからね。なるほど、あまたこのラジオでちょっと、はいはいはい、活入れてさ、はい、ちょっとガソリン入れればまた復活して菊田健太さんやってくれるかもよ。あ、なるほど、はい、でまた平子が嫌な顔するみたいな。ラジオネーム走り熊、はい、最近のラップブームで若いヘッズかなり増えたね、うん、そんなヘッズに言いたいのは今こそアンダーグラウンド見ろってこと。アングラにもイケイケなやつたくさんいるよ、うん、その代表格菊田健太くんね。出た出た。菊田くんはまだまだリリック荒削りだけどライムとかフローはかなりエモいんだよね。そこら辺のワックなやつらとサイズ違う。もしかしたら今年の後半あたりキックケン来んじゃない。まあ俺はキックケンがオーバーグラウンドとアンダーグラウンドひっくり返してくれると期待してるんだよね。めちゃめちゃダサい、ね、マジで。あら、でも菊田健太の名前はラジオネームエース。ラップの世界にはたくさんのラッパーがいる。みんなの知ってる人で言えばクレバーとか、そう、うん、他にも神赤神とか実力派のラッパーグジャーでいるわけ。そんな中で最近ヤバいやつが現れた。もう読むのやめるよマジで。まさか言ってこんなことばっかり言ってたら、そいつの名は、うん、菊田健太。やめもうやめ読まないぞもう。こんなバカなことばっかり言ってると。正直言ってこいつ天才じゃない。どっちかって言えば秀才タイプ、うん、正直言ってこいつは天才じゃない、うん、どっちかって言えば秀才タイプ、うん、いろんなラッパーのライムやリリックめちゃめちゃ研究してるのがあいつのラップを聞いてると伝わってくる。でもあいつがすごいのは実はそこじゃない。あいつがすごいのはそれだけたくさんのラッパーを研究してるのに、あいつのラッパー誰にも似てない、まさにオンリーワン。それでいて各ラッパーのいいところちゃんと吸収してる、マジ神。その独特のフローはこの前の戦国でも披露された。俺は残念ながら見に行けなかったんだけど、実際見に行ったやつらは菊田のヤバさ直に感じたと思う。まずラップの8割がイエイイエイイエイで統一されてる。ダメなラッパーなほどいろんな言葉使って いっぱい踏みたがるんだけど、菊田は違う。誰にでも自分のバイブス伝わるようにあえてイエイイエイイエイ連発してるわけ。何も思いついてないだけだろうとかいうやつはもうラップやめた方がいい。いやラッパー失格。ただ残念なのはあまりに菊田のラップは独特すぎてまだ世間に受け入れられないっていうこと。この前の戦国でも高校生ラッパーにマジで舐めた口聞かれたみたいだし、俺は今後菊田健太マジで応援していくつもり。そうなんだよバカが。イエイイエイイエイなんだ、うん、イエイ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 しか言ってねえんだよ本当に。そのあのですねつってんの一緒だろ。そんなもんさっさと言えよ。こんにゃく夢はいやペーションにするんじゃないよ。いやいやびっくりした。飛んだとこに飛んだとこに飛び火したから。こんにゃく夢は読みなさいよ。なんでペーション行ったかということで、来週にわかどうしようかな。はい、テーマ、テーマ何がいいですかね。なんかないかな、なんか話題のもんないの最近は。一旦ブレイク。